こんにちは。今日はバジリコスパゲッティを作る六本木に近い飯倉片町のキャンティっていうお店がありまして、まあ、そこの名物料理なんですよね、まあ、ユーミンとか、まあ、いろんな芸能人の方が、まあ、大体もう行ってたお店の名物パスタです。で、材料こちらです。お店では本当はサラダ油を使ったらしいんですけど、まあ、僕はオリーブオイルです。大葉ですね。あと乾燥のパセリ、これイタリアンパセリかな、普通のパセリ。あとニンニクとバター、ちょっと白だしを僕は使います。あとパスタですね。ではガーリックオイルを作ります。まずニンニクのみじん切りね。で、そこにオリーブオイルを垂らして、結構多めでいいですよ。で、ここで火をつけます。しばらくするとだんだん焦げてくるので、そしたら弱火に戻してくださいね。きつね色にするのがポイントです。弱火にします。このまま放置。はい、ここに刻んだパセリ、これ冷凍してあったもの、これ入れます。乾燥パセリも入れたら結構たっぷりのビール。そしたらここにバターを投入。大体1から 1.5% ぐらい、ちょっと多めかなっていうぐらいの塩を入れてですね、入れます。パスタに下味がつくので美味しくなりますよ。さっとで、こいつをつかないようにして入れます。これ多分標準時間8分なんで、茹で上がり7分でタイマーつけますよ。この辺でね、あと1分ぐらいで茹で上がるので大葉入れきますね。最後の飾り用の大葉は残しておきます。で、ここに茹で汁を頭いっぱい、はい、茹で上がりました。で、こいつを材に取ります。で、このパスタはあんまり汁気がないパスタなんですよ。ちょっとこう炒める感じなんですね。はい、白だし入れちゃいます。白だし、これなかなか便利です。ちょびっとでいいです。で、あとは炒めて、アルデンテで茹でてるのでちょっと固めです。だから、1分ぐらいかけてずっと混ぜ合わせる感じですね。火はちょっとまあ中火または弱火ぐらい、ちょっとこれ強いかな、水分があんまりなくなるぐらいまで、ドロッとするぐらいまで混ぜ合わせていきます。はい、だいぶもういい感じになってきましたので、そろそろフィニッシュです。ですね、お玉を使うとね、ほんと便利にこうくるくるっとまとまるんですよ。こういう感じです。やっとこらさ、はいな、ね。で、ここにチラシ用のオーバーを少し散らして完成ですね。どどん。では今作ったバジリコのパスタいただきます。酒のつまみに持ってこいなんですよ。うまい。もう超絶シンプルな作りながらね、なんかこう何回も食べたくなる感じですね。それが
がこの魅力なんですよね。大葉を使ってるのもまたいい。日本人にとってね、馴染みがあるでしょ。最初の方にベタつけてもあったんですけど、ちょっとやっぱり香りがこう飛んじゃうので、大葉の香りを楽しむためにはなるべく最後の方で、でまあよく混ぜて、こんな感じで、では美味しく作ってくださいね。ではでは、チャオチャオ、またね。チャオチャオ、いただきます。